キャリースキューブコンパニオンズ40秒、40秒スピードランかなり。ほっ、こういう感じ。木箱、あ、いいんかな。木箱を透明度管に入れて運ぶ系か。ドゥン、こんな。ん、これいけんのかな。拍手ブロックか。オッケー。結構立ち止まっちゃってっけよな。大丈夫かな。まあ多分大丈夫じゃない気がする。大丈夫じゃない気がするけど。まあしょうがない。まずは、あー、いいのか。良くないよね。多分良くないっすよね。それ。あー、もう全然木箱うまく入らんし。とりあえずタイムアップだよ。やっぱちゃんとこの木箱全部運ばないと。よーし、運んでいかないとゴールできないんだろうな。ちゃんと言って、オッケー。これで2個とも運んで、あー、ちゃい、引っかかる。ちょっとここか、ここちょっと早めに飛ぶ方がいいぞ。オッケー。あー、よー、そんなズオー、せい、おい、ちょっと減速します。時間がねえ、時間がねえよ。うおー、マジか。シェイシェイ、さあ、どうだろうな。結構、いや、ここスムーズにな、行きたいとこだけど。どうだどうだ、ここタイムロスは。さあ、土管には入れた。0秒、さすがにゴールか。いい、土管入れればゴール。マリオさん閉じ込められました。ゴールして閉じ込められました。うん。キューブコンパニオン。キューブ。いいね。箱をとにかく運びながら、ダジャレじゃないです。箱を運びながら突破していくコースですね。まあまあまあ。結構時間がギリギリ。あれ？でもベストタイム早いな。スピン、なんちゃかウィズスパイクボール。PR ってなんだ。おお。スピンジャンプ、トゲゾウに当たらんように登って、あ、これスピンじゃなくて普通に、おお、なんだ、そのまま登っていけば良さそうだったな今。そのまま登って、あやい、あー、ちょっと遅いのか。ヒュンヒュン、鉄球にスピンジャンプ、陶芸像にスピンジャンプ、ドーン、うん、うーい、お、なるほどね、あいや、まあこれはよくあるね、のこのこの中身を右に飛ばして上行ってってやつですね。はい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 、お、あーっと、危ない危ない。そう、こうやって登らんように小ジャンプしてから行くと、さあ、あの枠の間をこれタイミングよくスピンジャンプで行くということですか。いいっす、ここもスピンジャンプをよく使うコース。なんかでも正統派な感じがするね。正統派マリオ、スピンジャンプは多めっていうところはあるけど、マップはなんかね、お、イエス、いい、ずっとオンオフしてんのか。
大丈夫か、これ。横の子、中に右に飛ばすとかいうわけではない、なさそうだな。よー。ここは、めっちゃトゲゾール。はい、はい、はい。一旦落ち着いてから、いえ、おっと、つい、よし。オッケー、クリアすか。よし、もういたか。まあ、よし。いいね。いいね。まあ、結構、本家に近いオーソドックスなコースで、なんかね、マリオメーカー2っぽさもあるようなね、いいっすね。ぽさもあるようなオーソドックスな、オリジナリティもあるコースでしたね。コリドー・オブ・クラッシュ・ド・ソウル、30秒。30秒スピードラン。危ない。なるほど。登ったらいかん。ここはちょっと低めにジャンプ。やべ。いや、これもう無理じゃない。ああ、当たっちゃうよ。引っかかったか。くそ、無理。手出しが無理な。よし。スムーズにいければ。スムーズにいければ、それはいけるわ。スムーズにいけていけなかったら、それは無理、無理な話。よし、いい感じ、いい感じです。ああ、ダメな感じです。ダメな感じです。トゲコンボが、トゲコンボがめっちゃあって、派手な感じ。イエス。うわー、惜しい。ゴールもあるよ。ネッチーモッチーネッチー、このテレサの床を、テレサはね、なんか這い回ってるやつ。あいつらはなんつったかな、なんて言ったかな。よいしょ、よいしょ、あいよ、けえ、ぴったり30秒。ダリでしたね、30秒のコース。トゲコンボとネッチの30秒スピードランでした。In the Lair of the Fire Snakes。Fire Snakes ですか？おー、そういうこと？ドゥルーバブル、おお、バブル、バブルコースってことで良いんですかね。ちょっと地味に厄介、地味に厄介。よし、おお、おおってこともなかった。普通に行けた。さあ、そして、ディーン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 、あべー、ちょっと。ヒューイー。ここは一旦落ち着いて、そんなね、焦って押さんでいいんですよ。スピランじゃないんですから。あ、これでここ入れるようになったんか。よし、中堅。中堅。よし、イエス。これは？これなんだ？そのオンオフはなんだ？おーおーおー、いいねいいね。はい、おいおい、あ、これ大丈夫。この下、よし、
さあさあさあ、うーん、あ、持ってくるか。よし、ちゃんとね、いなくなったところを狙って、イエス、タイミング勝負、タイミングを見計らっていきます。とはいえ、そこまでめっちゃシビアってわけじゃないからな。ちゃんと落ち着いていけばな。うわー、危ない。ちゃんと落ち着いていけばな。ちゃんと落ち着いていけば大丈夫よ。落ち着いてください。落ち着き、よし、中間。なんかボスエリアっぽいよ。おお、ん？なんだ、あー、なんだって。なんもない。耐久的な。なんだこれ。パックン、真ん中のパックンを落としていけばいいんか。わー、なんかこのね、往復しまくって、パックンを落としていく的な。おー、オッケーオッケー。真ん中のパックン、あー、倒した鍵が手に入ったのに。意外とな、この、うぅ、地味にこの、右の、あっぶねえ。よし、右のパックンが火入ってくるのが鬱陶しいって思ったけど、そうでもなかった。よし。いや、でも、これそんな難しくないぞ。難しくないけど、これで死んだらちょっともったいないぞ。よし、けいえ。よーし。いや、鍵取った後、ここで死んだらちょっとへこむとこでしたね。いい。バブルコース。バブル、インザライアブザファイアスネーク。ファイアスネークとはね、まあまあ、あのバブルのなんか、何、連続バブル。連続バブルをファイアスネークと見立てて、まあまあまあ、まとまりがない。とにかくね、バブルがいっぱい出てくる、バブルを使ったコースでした。まあ結構オーソドックス気味のコースでしたけどね。はい、そんな感じで今回は終わります。ありがとうございました。